はい。ゲームコレクターの酒館です。本日は、えっ、ー、と、2020年1月、えー、2月11日、作館学院ゲームコレクター部スタートです。えっ、ー、と、本日は、えっ、ー、と、建国記念日。建国記念の日かななので、一応祭日なので、ちょっと、あの,日の、日の丸を上げてみました。はい。えー、と、いうことでね。 今日の予定なんですが、まあえー、っと昨日ちょっとね。話をしてた。えー、っとこうね。昭和50年男なんですが、えー、っとうっかりしてました。はい。 で、まあ、普通は11日発売なんですけど、今回11日が祭日ということで、前倒しの10日が発売日になってたので、えっ、ー、と、今日はね、この昭和50年男ボリューム3をね、えっ、ー、と、ちょっとパラパラと見ながらね、話をしていこうかなと思っています。で、今回のね、昭和50年男のね、えっ、ー、と、テーマなんですけども、特集ね、俺たちの女神っていうことでね、まあ、なんだろう、こう、 誰をここに持ってくるかっていうのはね結構ねあの、まあ、僕も今回あの4ページほど関わらせていただいてるんですけどもまあその中でねあの、まあ、迷子をここに前後が「筋肉マン」だったかな。なんでまあ、ここに誰が何が来るのかな、まあ、誰かと何かが、まあ、要は人なのかあの絵なのアニメなのかまあ、その辺もわからないかったけどまあ何が来るんだろうなと思ったらまあ、こういう感じになってました。 どううなんだろう昭和50年男的にここなのかなっていううん、まあ、ちょっとそうねこのどの年代の時のこう盛り上がりっていうのを決めればいいかってこういう女性とかまあ筋肉マンもそうなんだけどそういうのがどの、ね、年代の時にこう経験経験 <laughs> えっとまあそういう作品に出会ったかってところが割とこう。 ね、重要なのかなぁと思ってまあ、その辺はねあの僕は一ライターでしかないんでまあ、その辺はまあよく分かんないんですけどまあ、こういう記憶になったみたいですねであそうかあの作者のそうですねインタビューがあるからっていうのもあるでしょうねで今回のね目次、えー、と総力特集「俺たちの女神」でプロローグ「俺たちの女神」といえば で、チャプターがね123って分かれてて1がねリアル系で2が音楽系3がフィクション系って分かれていますでこれで100ページ以上あるんですよねでその後エピローグってことでねまたちょっとちょっとネタっぽいのがあった後でまあ,とあの連載記事とかに映るようなそういう構成になってますでまずねあの プロローグでね、毎回これな、なこの本は、あの、毎回、えっ、ー、と、まあ、3人のね、リアル昭和50年男3人組、えっ、ー、と、F53 出張トークですね。<laughs> があって、まあ、ああの、山崎さんとかで出てますよね。はい。で、まあ、だいたいね、この本のポイントは、この最初のね、プロローグのとこの3人の対談、定談っていうのかなを、 読むとああそういう時代だったなと思い出せるような内容になってるのでまあここをねちゃんとまず読むのが大事なんですよ。うん、でこれ「昭和50年男」っていうのがこの3人の方がね50年51年っていうね生まれなので僕が48年なんでちょっと年代が下なのでちょっとね話話はこう共感はできるんだけど若干こう。 まあ、若干のねこう上下のズレみたいなのは感じることがありますよね。でこう宮沢りえとかまあ上げてたりするんだけど宮沢りえとか5組みとかいう話が出てくると、まあ、僕らの世代だと同世代同世代というか同年齢なのでまあその辺のところがねちょっとこうなんかあの、まあまあ、まあ同じっちゃ同じなんだけどまあそういうところはあります。 うん、だから大体通過してるまあ同じね日本に住んでるから通過するのはまあ同じなのは当たり前なんですけど、ね、ちょっとそこら辺が違うところが出てきますねで。ゲーム系だと話の中でこう「ファイアーエンブレム」のね話とか「まあ、ゆうき奈えさんですね」とか「三ツ橋学園」とかね中山美穂の「ときめきハイスクール」とかねまあいろいろとこう出てくる。でアニメの方だと「クリーミーマミとか。 ペルシャ、マジカルエミとかああまあタッチオ,オレンジロードまあそんな感じですねでゲーム系だとストリートファイター2サムスピーとかうんぬんかんぬんっていう感じの流れの話をしてて特集に入るとでえっ、ー、とまずはねそのリアル系なのかなリアル系でいいんだっけ リアル系音楽系フィクション系ですね。リアル系 3M の衝撃。俺たち世代の絶品美少女が登場ということで、まあ 3M っていうと多分この世代だと、まあ今だともう通じないですよね、さすがに。<laughs> 水木有り牧瀬里帆、えー、宮沢里恵と。うん。今の人だと牧瀬里帆がわからないかな、まず。 うん、そんな感じがしますあと宮沢りえもだいぶそのや演じる役柄がだいぶ変わりましたよねそのていうかもう完全にもう大人の役が多いからあの頃のねあのさすがにあの「僕らの7日間戦争」とかだったっけデビュー作あの辺のイメージをはもうさすがにって感じですねまあサンタフェとかいろいろ載ってるし で、正統派アイドルたち。で、まあ、いろいろ書かれてるんですけど、まあ、あれですよね。多分昭和40年男は僕はちょっと読んでないんで、あれなんですけど、多分向こうの世代からすると、その、えー、まあ、多分ね、山口百恵とか、ピンク・レディとかね、キャンディーズとか、そういうところなんですけど、まあ、50年男的にはちょっと世代が変わるんで、その辺でいくと、まあ、 まあ、いろいろ、まあ、おにゃんごクラブだり、まあ、その辺にから先になってくるんだろうなという、まあ、そういうとこはありますね。でウィンクとかいろいろ書いてあってで、写真が掲載されてるのが高橋由美子と乙女塾ですね。でパラッと次のイメージとか見ていくとまあアイドル冬の時代とかね、まあ、こことかねリボンとかその辺から先が。 あれですよね単純に音楽番組がねなくなっちゃってあの音楽番組なくてランキング系の音楽番組がなくなったんであんまりこう歌を出してもそれで露出することがなくなったんですよねこのぐらいのて時代時代からうんまあノリピーとかねあの辺ですよね最後の方はでまあまあいいやこれはこのままいこうかで アイドル時代、アイドル冬の時代に現れたオルタナティブ・ガールズってことで、90年代、メディアミックス型、CM 女優先行型、グラビア型、ダンス系アーティスト型っていう感じで書かれてるんですけど、もうここまで来ると90年代後半に行くので、昭和50年男的に行くと、もう20代突入ですよね、多分この辺になると。うん。 まあ、グラビアの方だとちょっと世代が上になるし女優とかだとまあ同世代ぐらいになるのかなでダンス系だとちょっと下の世代になるっていうような、まあ、そういうような色分けになるかと思います、うん、でタイアップということでねいろいろ出てくる中でゲームとタイアップってところには、えーまあ、中山美穂とかね橘梨沙とかね、まあ、いろいろと。 まあ、この前、戦、以前、ちょっと、多分全然見られてないけども、アイドルゲームフラッシュ的に、こう、ポンポン見せていくようなう配信はやったんで、まあ、あの辺に出てくるものは、大体、出てくるかな、っていうとこですね。ここに関しては。まあ、ドラクエ2のマキノアンナとかね、この辺はゲームのパッケージにはなってないからね。ディディボーイブルースのね、石野陽子とかもね。で、 そうねダンプ松本とか岡本綾子も女神に入れてしまいましたね <laughs> あっ久知鈴木のねリングサイドエンジェルも入ってますねこの女神っていうカテゴリーのね難しさもちょっと感じるところではありますでそうねで佐藤玉緒さんね まあ、ミニスカポリスのね話とかあるけどあのセガサターンのミニスカポリスに関してはえっ、ー、となんだ2代目3代目かなあのマキあ待ってえってじゃない,い佐藤珠緒さんじゃないんですよねあのゲームに関しては、うん、でキングオブファイターズの96年版のアサミア,アテナの役を、えー、佐藤珠緒が担当と。 で、キャラソング最サイコー・ソルジャーも歌ってたということですね。まあ、で、次はウィンク。ウィンクはちょっとゲームのタイアップっていうのは僕は全然思い出せないな、うん。で、西村智美。まあ、この辺はね、この前のアイドルのやつでも見,見た通りで、なんですけど、ここでね、 この,ゲ雑誌のあこの雑誌の中では、えー、と一応コズミックファンタジーの、ねえーとまあ、主題歌を歌ってたよって方がメインに扱われて迷宮のエルフィーネの方もまあ扱われてると、まあ、そういう紹介のされ方をしてますねで獅子戸ルミさんね獅子戸ルミさんは多分僕とほ,ほぼ同じ世代かなと思うんだけど 実の言うところ、なんかアイドル時代っていうのがあんまピンとこないですね、この人に関して言うと、僕の場合は。うん。ライブアイドルのパイオニアとなったドレミファ・ソラシ,シド、えー・シド・ルミということでね。どっちかっていうと、なんかこう、うん、なんかアイドルアイドルしてるイメージっていうのは実は僕のところではなくて、 えーっと、ししどるみさんです。ちょっと持ってきてはあるんですけど、えー、っと、どれだちょっと今ね、これを配信をやる前にソフトをバッと持ってくるときに落としちゃってバラバラに、順番がバラバラになっちゃってんだけど、まあこれかなオヤジハンターマージャンね。このオヤジハンターマージャンっていうのがまたとても厄介なゲームで、こう、 まあ新品を購入するとこういう感じになるんですけど中古で購入するとあ、まあ、新品で購入するとこうなるんですよ。おやじハンターマージャん。ただ中古でね帯が外れてる状態だとねこんな感じになるんですよ。ひげ <laughs> 男の脱出、ゲップ大王まあこれねワープがねこういうことやることが好きでねあの大体ワープのゲームはね D の食卓以外はこういうこういうことになってました。まあ G の,の食卓になるとパッケージまで世界観を作ってるからこういうことなかったんですけどもあのこれに関してはねこういうのやってましたでこれでね、えー、と一応ここに、まあ、裏面を読むとね「本格アニメをフィーチャーした究極の麻雀ゲームがついに登場かわいい女の子を追い詰め、えー、各地に現れる謎のエロ親父軍団をたたきのめせか弱い女の子を守れるのは君しかいない」 アニメーション監督に板,板野一郎、オリジナル主題歌に獅子ドルミ、ワープがプロデュースするスーパーマージャンソフトだってことでね、ちゃんと名前が入ってるんですよね。で、まあ実際にね、この取説の方も、一応クリエイターの紹介の中にここにね、獅子ドルミさんが出てるんですよね。まあ歌手ってことで入ってますね。 で最後にね、このルミちゃんと一緒に歌おうということで、オヤジハンターのテーマっていうね、曲の紹介っていうか、歌詞カードが入ってますね。という感じで、まあ、あとは、あの、一応、こう、シングル CD が、オヤジハンターマージャンのね、歌、シングル CD も入ってると。まあ、そういうような感じで、割となん、なんだろう。 親父ハンターバージョンのイメージが僕の中では強いんだけど、もう一個ね、出てる作品があって、もう一個って、本当は二個なんだけど、ちょっと今回はわざわざ持ってこなかった。サタンのね、これ。えっ、ー、と、ボイスアイドルマニアックスプールバーストーリー。まあ、これはプレステアも出てるはずなんで、まあ、同じなんですけど、えっ、ー、と、一応ね、 ここに声優さんが8人並んで、まあ声優さんのことをボイスアイドルって呼んでて、まあマニアックスっていうのはどういう意味なんだかよくわかんないけど、まあビリヤードゲームですね、ビリヤード。で、ここにシシドルミさんが一応声優さんの中の一人として入ってます。という感じでね、あの、こういうところで見てる方のイメージの方が僕の中でのシシドルミさんのイメージはあるかなというところです。これも4ページほど。 インタビューが掲載されてますで次、ここ。アイドル冬の時代でもここはパラダイス。あの暑い季節も宮前真紀が振り返る。えっ、ー、と、ここに関してはね、うーん、えっ、ー、とね、僕が横浜のね人間なんで、一応あの横浜ベイスターズがね、できて、あのえー、と応援歌っていうかな、なんていうの、主題歌っていうのかな、わかんないけど、あれ、テーマ曲 こ横浜あっ違う太陽ホエールズから横浜ベイスターズに変わった時ですねで後にまあいろいろあの石井拓郎さんとかまあいろいろあったりもあったけどまあまあいいでしょうでここはえー、っと家庭用ゲーム機だと多分ねあの次世代機ゲーム機戦争あたりの時代に解散してるんですよね で、そこから一人、まあその前に一回瀬野梓さんが抜けてて、で、4人組になって、そこから解散してんのかな。なんですけども、だから個々のゲームって言われると、僕の中では、ゲームかどうかわかんないけど、3DO のね、このナイスバディっていうのは、これオールスター水泳大会オフィシャル CD ロムってことで、まあ 3DO はあのマルチメディア地なんで、あの一応、 なんだろう。まあ、データ集みたいなのもよく出てたんですけど、まあ、その中でナイスバディというね、昔、まあ、これも実は昭和50年男的には、まあ、オールスター水泳大会っていうのはね、あの、毎年恒例の番組だったんですけど、まあ、フジテレビはやってたんですけど、まあ、それの昔の映像集みたいなやつが、こう、マルチメディアソフトで出てるんですけど、これの中でね、あの、えー、っと、なんだ。一応、えー、っとね、 あの過去の名場面とかのまあ、要は有名な女優さんが出てるシーンとかをねこう映像でこう見れるようになっててそれ以外に何かこれから当たりそうなっていう言い方をどうかわかんないけどまあえー、とタレントさんって女性タレントさんのデータベースがあるんですけどそこにねあの個々の5人はバラバラで <laughs> 一人一人あのアイドルグループじゃなくてそれぞれ単体でこうプロフィールが掲載されてました。 まあ、あとね、ここにはパッケージにはね、井上真美さんがあったりしてね。<laughs> うん。だと、このね、この図鑑の中には、まあ、水日城大図鑑って書いてあるけど、この図鑑の中には、えー、っとね、あの人がいますよ。浜崎あゆ,あゆみさんね、が出てたりします。はい。まあいいや。これはまあこんな感じです。で、まあ、ここはまあ、そんな感じで、まあ、ーっと見るとして、<laughs> でキューティー鈴木と。まあ、キューティー鈴木はまあ、ゲームの,のところに出てたからいいか。<laughs> で、女子プロレスラー。ライトアダルト氏とかね、ミニ、え英語ミニグラスの記憶。投稿写真とか出てるけど、うん、僕は通過しなかったな、投稿写真は。<laughs> うん。 でもあありましたね。ボム、ダンク、投稿写真、熱烈投稿、シュガー、ドン,ドント、スーパー写真塾、クラスメイト。わかんないな。ボム、ボムはわかる。ダンクもわかるけど、うん、まあ、そんな感じ。<laughs> で、ギルガメシチューナイト。ああ、ギルガメはちょっと、ギルガメ関係あったけど、まあ、いいか。<laughs> まあ、また、ビルガメ関係っていうか、ちょっと、結城ひとみさんとかね、ゲーム、飯島愛さんのゲームもあるし、まあ、そのぐらいかな、家庭用ゲーム機だと。まあ、細川海江さんのもセクレがあるか。あと、これ、白マミスっていうのは、ジョーマミスっていうのかな。これはわからないですね。セクシーメイツっていうのは、あれか、グリグリ、グリグリってやつ、あの、あれ歌ったやつか。 で日高紗世矢沢陽子うんとか小室由里って人が方の、えー、っとインタビューをやってますねいつぐらいなんだろう1998年の下半期ベスト10で1位ってことは75年生まれの人からそう23歳ぐらいだからまあ この辺がね実は僕の中でこの雑誌のこうあでも1995年に出てるのか20歳ぐらいですねまあっていうか多分アダルト系のものを取り扱うとすると多分、ね、昭和50年男が18歳超えてないとやっぱり特集でピンポイントに当たらないっていう配慮はあるのかもしれないけど AV とかを見るのはもっと早い時代のような気もしますよねはい。 で、ガール・イズ・ポップってことで、まあ一応森高千里さんとか、長井真理子さんとかね、谷村由美さんとか、あ、ゆさみ森さん、プリンセス・プリンセス。まあそのあたりが出てて、まあ森高さんはプレステッド・サターンで一本ずつソフトがあるかな。うん。あとはあんまり記憶にないな。 で浜田麻里さんでリンドバーグで、えー、と森川美穂石井上翔、えー、子久保瑠璃子立花泉加藤泉、えー、とチャラ鈴木翔子ジュディマリってきてますねまあこの辺ちょっとゲームとこう絡むにはちょっと時代が早いところですねやっぱりこの辺そのまあ森高千里さんなんかの まあ、デビュー時期は早いんだけど多分そのゲームえー、っとまあ、CD になってまあ、CD っていうか次世代戦争になってサタンプレスでのその32ビット時代になって初めてこうマルチメディアっていうね展開もあったんでそのぐらいの時期にこうある程度いっているとこう自然とゲームに出るチャンスがあったのかなというところですね。うん でレコード系のやつがバーっとあってななんかなんだろうこのページはで長井真理子の奇跡とうん長井真理子さんが4ページ扱われてで鮎川真也さんかな二次元の世界を歌声で照らしたまあよくわからないなでえー、っと かずリアルな美少女世界ということでまあこれでねこのページがあることでこの表紙がねここに決まったんだなという感じがします。でウィングマンはねちょっとファミコンの時代と多分ピンポイントに当たるんだけどまだキャラクターゲームがそんな出るようなね展開じゃない時代の連載とアニメなのでちょっとねあのパソコンではゲーム出てるけどねちょっとちょっと早かったんですよね。 うん、で、まあ、ウィングマンとかね、田園少女、えー、っと、DNA、えー、っと、アイズアイズはゲーム出てるかな。うん、ちょっと僕は持ってないけど。田園少女とかも多分何かしらゲーム化されてる。パソコンかなこれは。ウィングマンもパソコンだし、あ、こんばんは。 っていったところかなでえっと桂正和さんに関して言うと一応プレステでねえー、っとこう「ラブデストロイ」これ出てますねはいまあまあ絵柄的にやっぱウィングマンの時期とはだいぶ女の子の貸き方とか変わってますよねはいで一応裏面えー 現代、夏、突如、破壊物体、ジャムが現れ、街を破壊し始めた。君は、えー、キュートロンたちと今を救えるかってことでね、アニメーション制作、プロダクション、IG、キャラクターデザイン、桂正和って、まあ、こういう感じでね、名前が入ってます。これ、ソニーコンピューターですね。まあ、割と王道なところに起用されてると。まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、その一方でね、 ちょっと絵柄的にはちょっと何もないんだけど「サタンの、ね、おまかせセイバーズも」もまあこれを見てなんでってこう思うかもしれないけどまあ一応ねここの出演者の欄のところに一応ね桂正和友情出演ってことで一応あのドラマシーンのねほんとワンカットだけこう出てたりするんですよね。はいということでまあ桂先生そんな感じですね。 であとはで、あれか、作品紹介の後にやっぱりインタビューが掲載されてますね。うん、で、朝倉みなみのページが、何ページ取ってんだろう、4ページ。ちょっとね、僕もね、朝倉みなみのページに関して言うとね、若干こう、早い気がするんですよね。50年昭和50年男には。 ちょっとね、早い気がすするんですよ、まあ。漫画の連載の81年っていうと、まあ、僕で8歳ぐらいでしょなんかね「タッチ」に関してはアニメが終わった後の連載の終わりのあたりをこうなんとなくしみじみ見た記憶があるんですよね。あのなんか特にこう優勝するでもなくこう淡々と終わっていくエンディングみたいな。うん まあいいや。あと、えっ、ー、と、源静香、ドラえもんのね、静香ちゃんとか、えっ、ー、と、桜まみ。えっ、ー、と、なんだっけ、エスパーまみね。まあ、あと、主人公系の漫画のキャラクターが何人かね、で出てるけど、まあ、で、桜ももこと。この辺はちょっと、女神って感じがあんましないな、個人的には。で、クリーミーまみがあって、 で実写ヒロイン系実写ヒロイン系っていうとまあスケバンデカとかね <laughs> まああるかなとでビデオゲームガールズるわしの電脳有事少女たちビデオガゲームガールズっていうページが4ページ掲載されてるんですけどここは僕が書いてます まあねこのページに関してはあの、まあ、編集さんからこの辺のラインナップっていうのを素材をいただいた上で、まあ、それに合わせて、まあ、説明いろいろ書いたりとかね本文書いたりしてます。ます、あ。僕なりの解釈と編集さんのこう編集さんの作った筋道を僕なりの解釈で切り抜けるみたいな感じのね文章になってます。 で一応ビデオゲームガールズのページは6ページあるんですけど僕が4ページ書いて他の方がね2ページカプコンのねやつをちょっと他の方が書いてますでその後はエロコミあの子どっちやえっ、ー、と最後は「おばあちゃん」とかに行ってまあ終わりというような感じでなってますまあね昭和50年男もねそんな感じでなかなかあの今回も面白い本になってるのであの是非書店で見つけたらあの 書店でこの表紙を見つけたら、いつの間にか、あ、ブルー、マリアえっと、まあ、そんな感じでした。まあ、あー、と、えー、っとですね。で、えー、っと、あれで、今日はね、えー、っと、2月11日ということで、一応ね、本日の記念日ゲームは、1990年の12月、あ普通の、 2月の11日に発売されたのは「ドラゴンクエスト4」がね一応30周年こうドラえもんもドラえもんじゃない <laughs> ドラえもんじゃない、えー、とドラクエもね着々とこう30周年をねあのー、タイトルごとに迎えていってるんでね年を取るもんですよ本当にねこれで今えっ、ー、と今30周年でしょ で来年になると、ね、ドラクエのの1が今度は何、35周年になるとかね、もう嫌ですね、この <laughs>、まあそんな感じで。一応、そうね、ドラクエまあでも、まあそんな感じかな <laughs>。 多分ドラクエのね1あ、3、4あたりから以降はね、そのな行列ができました的な思い出っていうのがなくなる時代になっていく感じがするので、ちょっと思い出の入れ方も変わるのかな。まあ、5で結婚をこう語った人たちがどうなるかっていうのも、まあ、それはそれで興味があるかな。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、本日のところはこの辺にしようかと思います。ぜひ、あの、この、 本を見つけたらぜひチェックしてみてください。ということであ、いいねありがとうございます。以上、作家んでした。おやすみなさい。